奥州天まで500キロ、500メートル。いすず七尾、いいですね。どっかでアイスとチョコでも買おうかな。チョコアイスでも買おうかな。さあ、怖いね。直しが一歩に向かってきます。まあこの先伸ばすあれ計画あるんですね。で、金沢方面に行くバイパスの方とつなげるかな。ここは歴史公園センター能登歴史公園、綺麗。今日はちょっとこういうところまでは回ってられない何いい天気だに、こっちでいいのかね。七尾市は当然初めてです。と初めてのところでございますね。私はもうビクビクしながら、大丈夫かな、こっちでいいのかなと、常に疑心暗鬼になりながら先に進んでいるわけでございます。ウェディングドレスがいっぱいだ。へえ、レンタルウェディングか。パパパパパンパパパパパン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 パパパンパパンパパパパンパパンパパパパパパパンパパ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 帰りの夕飯候補だね。いいえ。僕、ジョリルズパスタかもしれない。これは市街地だね。これはさすが。能登半島では一番大きいのは七尾市かな。いや、これは期待できるね。よし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 。西系何 ？YouTuber のチャンネル出してるの何？カップチャンネルなの？西系気になるな。見にリンク貼っとくよ。わかった。リンク貼っとくよ。こうなった西系チャンネル。何？この辺りで活動してる YouTuber さんなのかな？ごめん。俺は、今のところ知らないけどね。後でちょっとチェックしとくよ。そうかい。こっちのチャンネルが来たね。お客さんが多かったね。またね、あれですよね。絶対ないけどね、多分。うちのところがね、そもそも再生数が。うちのところの再生数がそもそも、あれだから。ははは。駅どこ？七尾。駅どこ？温泉マークが出てきたよ。駅のマークがまだないよ。水族館もあるみたい。ライオン。なんだ？ 1 キロ。やるはずだ。市街地に入ってくけど、能登里山街道。能登里山街道かな？
七四上がっていくよ。駅前はこんなの。あれも七尾駅出てきた出てきたないやし。おお、なんか栄えてんじゃん。ちゃーすげえ、ちゃんと栄えてるし、西県健康広告打ってるな。結構じゃ有名なのかな。1万人以上いそうな感じだな。10万人いる感じか、こんだけ広告打つってことは。どうなんだ、少なくともうちよりはいそうだな。あんだけ広告打ってんだもん。ちゃんとした広告打ってんだもん。うちより少なかったらさすがにそれは不憫と、言ってしまうよ。さすがにそれはないよね。うちだって400ね。うちが400持ったな。340か。340だもんな。あ、でもこの動画が上がる頃が400いってないかな。無理な話？さすがにきつい？きついよね。だよね。うん。だよね。はい。七尾市に着いたけど、意外とここね、コインポッキングもなさそうなんだよね。そう、調べてたタイムズも何もないみたいなんだよ。ただ、この感じだとさすがに、無料駐車場はないよね。ないよね。あったー、そっちかー。駅前300円、入庫後何時間もよ、3時間もよ、ちょっと待って、3時間もよ、マジで、マジで、3時間もよ、7日からちょっと行って帰ってこれるな。そしてこっちはあれかな、ミスったかにゃ、ミスったに、ミスったかにゃ、ダメだったかにゃ。こっちはどうかな。雲の流れ早っ。あ、風めっちゃ強くなってきてんじゃん。そうだ、忘れてたけど、なんかすっかり天気良くて忘れてたけど、台風だもんね。そうだね。そりゃこれぐらい風あったって当然だ。ああ、そうだ。ああ、忘れてかけてたよ。ああ、そうさ。私は忘れかけてたさ。台風の真っ只中だったんだね。そうだよね。ぐるっと、回って、ここは20分以上の駐車はダメよっていうパターンなので、いわゆる無理よりよって感じなのね。はあはあはあ。ここもいわゆる街の人用って感じなのかな。なるほどな。あ、なるほどな。だからそこ、みんなそこで待つのね。あ、待つのにそこに入ったのね。なるほどね。はい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 。あ、そういうことね。はいはいはい。わかったよ。オッケー。だいたいパターンつかめてきたよ。あ、3時間だったら、そこは何も利用者様があれっていうんじゃなくて、もう一律で3時間無料という形にしちゃってる感じなのかな。利用者様が3、どっかの施設利用者様が3時間とかっていう縛りでは、にゃく。にゃく。いいじゃないか。いいじゃないか。状況悪くないじゃないか。しっかりこじゃないの。なるほどな。はぁ、あ、はぁはぁ。はぁ、あ、はぁはぁ。タイムスとかはないんだね。いう感じだね。おいしい。いいんだよね。いいんだよね。と、これ大事。お、ここはだ？
さっき言ったね、ね、はいはいはい、は入庫の3時間無料は、はい、ただ上限はないよね。何なるほどね、これはなかなかすごい工場だね。専用、パトリア専用22台、その他4台。どういうこと？どこがその他4台？ここ？こっちに止めればいいのかい？だからここなら、別に、ほど置きなく、ここから和倉温泉タイムを楽しんで良いのかな？良いのかな？だとすると非常にありがたい設備だね、これ。マジで。